グリフィス・スタジアムはアメリカ合衆国のワシントン DC にかつて存在したスタジアムである。スタジアムという故障を初めて用いた球場である。グリフィス・スタジアムが建っていた土地にはもともと1891年からバウンダリー・フィールドという野球場があった。その球場は1891年からワシントン・セネタースが本拠地として使用したが1900年に リーグが縮小された際、セネタースは削減対象となり解散した。1904年、アメリカンリーグのワシントン・セネタースが、アメリカンリーグパークから、バウンダリーフィールドがあった場所に移転してきた。セネタースは、全本拠地からスタンドなど設備を移築し、新球場の名前を全本拠地と同じ、アメリカンリーグパークにした。ワシントン DC という立地から、 大統領も観戦に訪れたりしていたが、客足はかんばしくなかった。そして1911年3月17日、廃漢校が持っていた溶接用の小型バーナーから出火し、アメリカンリーグパークは全焼してしまった。シーズン開幕が目前に迫っていたため、新球場の建設が急ピッチで進められた。しかし開幕までに間に合うわけもなく、仕方なく4月12日、 ほとんどの部分が未完成のまま開場した。新球場が全面完成したのはシーズン半ばのことだった。新球場はナショナルパークと名付けられた。その後、1920年にセネタースのクラーク・グリフィス球団オーナーの名を取って、球場名をグリフィス・スタジアムに改称した。グリフィス・スタジアムは1937年からは NFL ・ワシントン・レッド・スキンズの本拠地にもなり、 野球とアメリカンフットボールの兼用球場となった。またこの頃には、ニグロリーグのホームステッドグレーズの試合も開催されていた。クリフィス・スタジアムはワシントン DC のスポーツの中心地だった。1950年代に入り、セネタースの観客動員が減少し始めた。球団は移転を検討し始め、最終的にミネソタ州へ1960年シーズン終了後に、 移転することに決定した。またレッドスキンズもグリフィススタジアムの老朽化が進んでいたので1961年からは新しく建設されたロバートカイケネディメモリアルスタジアムへ移転することになった。1961年にはメジャーリーグが球団拡張を実施し新たなワシントンセネタースが誕生した。しかし新セネタースがグリフィススタジアムを本拠地として使用したのは 最初の1年のみで、その翌年には、ロバート・カイケネディメモリアル・スタジアムへ移転した。使い手がなくなった、グリフィス・スタジアムは1965年に取り壊され、跡地に、ハワード大学病院が建設された。単位は、フィート、1フィート30.48センチ。ありがとうございます。